はい、皆さんこんにちは。これからですね、アガルートのですね、講座のメリットですね。アガルートは国内 MBA 予備校では初のですね、動画配信専門の予備校なんですよ。まあ通学の方も並行して別途は設けては今いるんですが、メインは動画配信です。なので業界動画配信専門って業界初なので、そのアガルートがの動画配信通信講座のですね、メリットを皆さんにお伝えしようと思います。でまず1点目、まあここにメリット書いたんですけども、外部環境の変化があっても安定的なサービスの提供が可能ということ書いてあります。これどういうことなのかっていうと、まあこれ録画しているのが2020年4月12日なんですけども、12日なので、まあ世間はコロナの関係で自粛ムードですよね。まあ私も家から、アガルートのスタジオに来たんですけど、電車ガラガラですし、まあアガルート飯田橋にあるんですけど駅降りてもほとんど人いないですよね。だから自粛ムードです。なので普通、通学生の予備校ですと、この自粛ムードの中で休校にせざるを得ないですよね。都知事、小池知事が言うには予備校もだとか学習塾も自粛してくださいっていうことなんで、まあ、ここアガルートのライバルの予備校とか休校になってますよね。ただアガルートは動画配信専門なので、そういった自粛してくださいという中でも休業の対象にならないんですね。だから安定、外部環境の変化に安定的に対応できる予備校です、アガルートは。それが大きなメリットかなと思いますね。自宅でパソコンだとかスマホがあれば受講できるので、皆さんは。なので私もですね、講座を録画する時だけはここに来てますけども、普段は自宅でパソコンでテレワークですから、私なんかはもうですから、状況、コロナみたいな状況をはじめいろんな状況がありますよね。例えば震災だとかあった後だとか、そういった時も安定的にサービスを提供できるっていうのがアガルートの強みだと思いますね。外部環境の変化が何らかの対応がことが起きたとしても安定的なサービスができるというのがメリットですので、皆さんぜひですね、ご利用いただければなと思います。で2点目が、いつでもどこでも何度でもっていうことで、国内 MBA の受験って、まあ、別の動画で説明してますけども、まずやっぱり経営学の知識が重要な、必要な大学院がほとんどですよね。で知識は上がると基礎講座でレクチャーで動画配信してるんですけど、それはいつでもどこでも何度でも見れます。だから電車の通勤時間だとか、ちょっと例えば子供と公園に出かけて、子供がね、他の人と子供と遊んでる時にちょっと5分だけ見るとか、スマホでとかもできますので、ちょっとした時間に見れると。んで知識が必要な大学院って知識を暗記していなければいけないんですけど、動画を何度も見ることによって自然に暗記できるんですよね。そういうメリットもありますので、動画配信というのは何回でもどこでも見れる、この利点をですね、生かしていただければですね、合格に近づくかなと思います。で3番目がいつからでもって書いてあるんですけども、本当に私は以前は、ウィンドミルっていう会社で通学専門の予備校だったんですよ。ウィンドミルっていう会社は、なので例えば4月から始まるって言ったら、例えば2月に申し込んだとしても4月の開校を待たなければいけなかったんですね。それがアガルートは2月に申し込めば2月からも開始できる。なので例えば4月、普通予備校4月に開校なんですけども、ちょっと出遅れてしまったと、6月ぐらいに思い立ってやることにしたと、ただ試験が9月だからもう時間がないっていう場合でも6月から受講できるし、自分のペースでどんどん詰め込み型で勉強したいっていう場合も、通学と違ってどんどん自分のスケジュール組んでできますんで、毎日動画を見て毎日小論文書けばできるわけですから、いつからでもっていうメリットはすごく大きいメリットかなと思いますね。以前はその通学専門をやっていた私から見て、今のこの体制っていうのは本当に受講生にとっても、なんで講師である私にとっても非常にメリットのある形のサービスが提供できているかなと思います。
それと4番目は低コストですね。以前私がやってたウィンドミルは教室がでっかい教室を借りなきゃいけなかったんで固定費がかかるんですけども、アガルータの場合動画配信がメインですから、そんなでっかい建物を借りなくていいんですよ。駅前の一等地にこうでっかいビルを借りてそこでやろうっていうようなことが必要ないんで、受講料もライバルに比べると低低くなってると思います。コースが安い分で、さらにはですね、合格すれば合格祝い金制度っていうのもありますんで、キャッシュバックされるんですよ、お金が受かったら。まあいろんな条件はありますけども、動画にのインタビューに出るとかっていう条件はありますけど、それを満たせばキャッシュバックされるっていう特典もありますんで、低コストならでは の受講生である皆さんにメリットのある形のサービスの提供ができているということが言えると思います。4つ目。5つ目はですね、いつでも質問できます。通学生だったら行ったその日に先生に聞く以外になかったんですけど、アガルートの場合 Facebook でコミュニティを作ってるんですよ、受講生の。だからそこで質問を投げかけてくれれば、アガルートの方から私に連絡を受けて質問来ましたんでっていうことで私が答えて返信するような形になってますんで、いつでも質問ができる体制が整っているっていうのがアガルートのこの動画配信、まあ、ネット系の予備校の強みかなと思います。ということでですね、以上のメリットを生かしていただいて、以上の5つの大きなメリットがありますので、この機会にですね、日本もね、まあ、今はコロナですけど今後何が起こるかわからないですけども、いろんなこう外部環境、地震だとかあとは台風だとかの被害なんかも起きたりしますけども、そういった状況下でも安定的にサービスの提供ができるっていうネットを使った社会に徐々にこう変化していくのかなと思いますんで、本当こう転換期にある日本にとってはこのアガルートの今のサービスっていうのは非常に活用しがいがあるサービスだと思いますので、ぜひお考えいただければと思います。最後がですね、ただデメリットもあります。デメリットは何なのかっていうと、やっぱアガルート動画配信ですから、基本的に皆さんに自己責任というかスケジュール管理とか自分に任されてるんですよ。なのでこう毎週通ってそれがリズムになって勉強がはかどるようなタイプの方には向かないってことですね。やっぱりこうある程度自分でスケジュールを管理して自分に厳しく今日はやると決めたらやるような自己管理がきっちりできる人ですね、そういう方に向いている予備校だと思います。ということで、アガルートのメリット、アガルートのですね、動画配信型の予備校ですねのメリット、デメリットをお話ししましたので、これをお聞きいただいてですね、あ、そのメリットがあるならぜひアガルートで受講したいという方はぜひ受講してください。レクチャーの講義ですね、動画の講師はほぼ全て私がいいのがやっていますので、楽しく分かりやすく教えてますので、ご利用いただければと思います。ではですね、今日の説明は以上となります。お疲れ様でした。ありがとうございます。